混沌に身を置く者どもが怪しくうごめく闇の時代、ホースリスク、人心乱れ、魂朽ちる、世界を席巻する妖魔の恐怖、これぞまさしく邪神王どもが復活しようとする前兆。今こそ光明を持ちて邪を断つ神々の守り手を誕生させる時、我が主神月神シャルムよ、我が決断に過ちなければこの危機の封印解き放た。ご神刀シャルマ、今を去る500年の昔、六竜王時代のこと、正義を司る竜土十二神より授けられし者の一つであり、暗黒魔法の使い手どもから破滅の淵にある世界を救ったとされる伝説の武器、武功師団団長ロール・エスクリル。今はまだ彼に強大な邪悪を打つ力はない。しかし彼の瞳にある純真でピュアな魂の輝き、彼ならばこの使命託せるであろう。